こんにちは、うりさんです。 TBS 系夜帯ドラマ差出人は誰ですか第2話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回は2年 D 組の生徒、9月2日の出来事、手紙ゲーム開始、美月への差出人という順番で考察していきますので最後までお付き合いください。2年 D 組の生徒、だいぶ情報が上がってきたので美月のクラスメートを紹介していきます。橋本礼二さん演じる木野村文人、美月の前の席に座っている男子生徒です。大山亮太さん演じる相葉颯、松尾明人にバーカと書いた男子です。水野真奈さん演じる国立愛理、いつも赤系の服を着て TikTok をしている女の子です。木村彩音さん演じる有滝日奈子、金髪系女子で TikTok をしています。友永京子さん演じる加山莉子、ポニーテールをしている TikTok 組です。中山佳子さん演じる押原幸乃、一ノ瀬の前の席に座っている女子です。中山さんは真犯人フラグでひなちゃん役をしていました。手紙ゲームは一人最低1通出さなくてはいけないので、今後誰が出したのかはもちろんですが、なかなか出さない人物を考察する必要があるかもしれません。そして誰かの告別式だとしても複数の2年 D 組の生徒がいたのでクラスメートが亡くなったのは間違いないですよね。第2話は9月2日の出来事だったので全部で10週だとすると、後半は11月か12月となるので、あの告別式は将来のことなのではないでしょうか。9月2日の出来事、美月は彩香にインスタの件を聞こうとするものの、うやむやとなってしまいました。早速一ノ瀬の秀才ぶりが出てきましたね。一ノ瀬の裏の顔はストリート系だと判明しているので、授業が終わるとさっさと帰ったり遅刻したりスマホを持っていても不思議はありません。一方、イクルが寝ているのに成績が良いのは、裏で一ノ瀬から夏休みの課題4教科分とかイクルが寝ている時のノートを買い取っていたからでした。いくら渡したかまでは分かりませんが、ちゃんと支払っていましたね。女子生徒は真面目なので手紙ゲームのために可愛い便箋を買っていました。ちなみに彩香の便箋はピンクでした。彩香の言った文字でバレそうじゃないというのは伏線ですよね。ファミレスに集まったのは美月、彩香、光、桃子、マット、ケンでした。桃子とケンは元恋人同士で、桃子はまだケンに未練があることが判明しています。なのでファミレスで目の前のケンと美月がじゃれ合っている姿に嫉妬してもおかしくないですよね。手紙ゲーム開始。9月3日、橘に手紙を送った人物は3人、そしてその手紙はクラス全員の前で橘が読み上げるというものでした。相葉がマットに送ったのはノートに書いたバーカで、乃木静香が大木田岳に送ったのは真面目なラブレターでした。送られた手紙は本人の手元に残ります。そしてこれくらいの内容なら送り主は名乗り出ますよね。2話の時点で相葉颯と乃木静香は課題をクリアしたことになります。この2人が悪意を持っていなければもうこれ以上手紙は出さないのではないでしょうか。先ほど文字でバレそうじゃないというのが伏線だとお話ししたのは、まさに受け取った本人が送り主の字を知っているかどうかが鍵になっているということです。成田は一ノ瀬からノートを買っているので一ノ瀬の字を知っています。なのでもし一ノ瀬が成田に手紙を出すとしたらワーポロにするでしょうが、成田がおバカでないのなら自分の字を知られているのでワーポロで書いたのだろうと想像するでしょう。そして成田は馬場の字も知っているし、成田と馬場は幼馴染ということが判明しています。もし馬場が日頃いじめられている成田に自筆で手紙を書いたらすぐに分かってしまうのではないでしょうか。立花がクラス全員の前で手紙の内容を読み上げ送り主に渡すというシステムは、これから手紙を出す2年 D 組全員が分かってしまいました。中に悪意を持った生徒がワープロなどで手紙を書いたとしたら、立花にも誰が書いたのかが分からないでしょう。一人一通手紙を書かせるというルールを作ったからには、立花自身差出人が誰かが分からないといけません。立花は何を根拠にクラス全員が手紙を出したと判断するのでしょうか。もしかしたら2年 D 組の中に
協力者がいるのかもしれません。美月への差出人、私はあなたのことが大嫌いですと白い便箋に自筆で書いた人物は難波桃子一択だと思っています。ポストに投函していたのは明らかに女子です。彩香がファッションに敏感なのに対してポストに投函した女子は割と普通の格好でした。髪はセミロングで眼鏡をかけているようにも見えますよね。桃子は美月を嫌う動機もあるし、バレてもいいという感じさえあります。まだ物語の序盤なので、割と早く美月へ手紙を送った人物がわかるのではないでしょうか。立花にしてみれば、一人一通手紙を書かないと進級させないとまで言っているので、何かしら差出人を突き止める材料を持っていると思われます。もし同じ人物宛にワーボロとか切り張りなどで送られたとしたら、友人は多いけれど嫌われ者ということになりそうです。そして成田が面白がって取り巻きたちに書かせる可能性もあります。果たして2年 D 組の生徒たちは真面目に便箋を使用し自筆で手紙を書くのでしょうか。意外と複雑な手紙ゲームになりそうです。さて皆さんはどんな考察をされていますか？コメントで教えてください。チャンネル登録をしないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので、登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。